はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。はい、これ見てください。クランクがね、今ここには4つ並んでます。で、ここに1つとアニマルランド、もう1台はね、あの通勤でずっと使ってるんでそっちにつけた状態になってます。大きい順にこっちから並んでますけど、これが175mm で、これが 172.5 で、これが170で、こっちが 167.5 で、こっち側が165で、今ここにないやつが160です。全部試しましたかかりました、ね、一応ね、最低でも1週間全部使ってます。うん、そう、それで外してっていう感じ。だから1週間しか使ってないからまだピカピカだよね使ってないんじゃないかぐらいピカピカです。まあそんな感じでね、使っていって、で、この175、こちらは何年何万キロか乗ってます。これ長いですね、これは。で、まあもう170ばっかずっと乗っててね、やっぱり170なのかなと思ってたんですが、一応全部乗り比べて160と165どっちにしようか迷ってます。なぜか知らないけど 167.5 は抜いちゃってるんですけど、というのも今までずっと170乗ってて、これとこれもうほとんど変わんないのよ170ミリから167.5mm だからね、2.5mm 違うのよ。うん、まあ 2.5mm っていうことは、まあ直径にして、5mm、直径にしてこんだけだわ、5mm、ここに見えてるだけ、指1本分もないぐらい指の幅より全然狭いみたいな、爪の半分ぐらいが変わっただけで、この2つはね、わかんなかった正直わかりませんでした、この2つは。だけど165を最初につけて違いはわかりました。あ、違うって思いましたね。うん、あ、回しやすいなって思いました。うん、まあこちらね、170から165に変わったとしたら、ってことは下視点が5mm 上がるんですよね。で、上視点が5mm 下がるんですよね。下が5mm 上がるんで、サドルを5mm 上げてます。単純にそういう計算で。だから、160を使ってるやつは、サドルを1センチ上げてます。そういう感じ。165の場合は、5mm 上がってんだけど、上視点が5mm 下がってるんで、1センチ。ね。1センチ余裕ができてるっていうか、まあ余裕というかね、こう、足を上げて下ろすっていう、この動作が1センチ少なくなってんですよ。まあ、ということはもう、回しやすくなるってことですよね。うん、だから160に変わってるやつはもう2センチですよ。2センチ違う。ね。なんで、まあ2センチだとだいぶですよね。これぐらい。うん、だから体硬いなっていう人はね、意外とクランク短くするといいかもしれないですねそんな感じ、勝手なこと言ってますけど、うん、こう上げなくていいっていうの、175にした時は結局、サドルが、5mm 下がるんですよね。170の時よりもサドルが5mm 下がります。その代わり、こっちが5mm 上がってくるんで、上視点が5mm 上がってくるんで、1センチ狭くなんですよ。1センチ。ほんのちょっとですよ、1センチ。だけど、多分、こっから、これぐらいこっから、これぐらいみたいな、それぐらいしか変わんないんですけど、漕ぎにくいというよりは、そうね、なんとなく、こう、ケーデンスを上げにくい感じが、大振りになってる感じ。その代わり、踏んでる時間は長いのかなみたいな、そんな感じはしなくもないんですけど、いっぱい踏めてるような感じがする。意外とこう、パワーでグイグイ行く人は、こう、長い方がいいのかもしれないですね。僕はね、パワーでグイグイ行くタイプじゃないんで、ケーデンスをね、いっぱい回していくタイプなんで、160の方が、クランクが短くなってった方が、感覚が良かったですね。まあ、通勤でね、
まあ、1週間、それぞれ、まあ、下りありの、平坦ありの、上りありの、で、まあ、ここは山の上なんでね、うちは山の上にあるんで、まあ、名古屋までね、二十何数キロ、行きは下り基調で、帰りは上り基調みたいな、そんな感じになるんですけど、20分ぐらい信号がないところを走ったりっていう、まあそう、まあ川沿いをずっと走る、そういうところを走るような感じで。だからね、こう、検証するにはね、ちょうどいいかなと思って、やってました。で、やったところ、一番こうなんか走りやすいかなと思ったのが、165です、うん。なんでこの、まあメインマシンに165をつけてます。で、サブのマシン、要は通勤のマシンには160をつけているっていう、そういう状態ですね。先日ね、ノリクラのヒルクライムありましたけど、165で出るか160で出るかで最初悩んでたんですけど、もうしばらく走っていて、もう165だなと。165の方が絶対早いと思って、165で出ました。そしたら、僕の乗鞍の最高記録が出ました。やったーですよ。うん。はい、ここでね、こちらのデータ見ていこうと思いますけど、左側、今年のこっちですね。タイムは、ここでは1時間30分8秒になってますけど、実際はね、1時間30分は切ってるんで、ストラバのね、セグメントはちょっと長いんだと思います。と右側、こちらが去年のレコードになります。1時間31分46になってます。はい。これだけの違いがあります。まずね、ここで見ていきたいのは、左側が、クランク165。で、右が170です。はい。で、まあ、もちろんね、タイムが違うんで、平均スピードは 13.3 と 12.9 と違います。で、パワーの方は166かな、と165という違いがあります。ケーデンス、ここですね、問題は。ケーデンスは、平均が86で、去年は平均が81ですね。やっぱりね、平均で5早くなってます。はい。で、最大は107の、まあ最大112と、まあここはね、去年の方が最大が出てますけど、まあここでね、ブオーって上がってんですよ。何が起きたのかちょっとわかんないですけど、ここでブオーっと上がってんですけど、まあ速度も上がってるみたいですけどね、ここで、ちょっと。うん、ここ、なんでしょうね。同じ位置で、ここ見ても、確かにちょっと、ここでは高めになるみたいですね。速度も。うん。ここはちょっと、うん、なんだろう。平坦になるのかな、ここは。なんだろうね。ああ、ここは 0.9%。ここは勾配が下がる場所ですね。そこの位置で、ケーデンスで行ったのか、それとも、多分チェンジしていったかっていうのの違いだと思います。まあ、走り方としては、多分ここ一本だけドーンと上がるよりは、まあ、平坦のケーデンスで行く方がいいとは思うんですけど、まあ、今年の方が、まあ、その辺の走りは上手にできてるのかなって気がしますね。で、温度が平均16度。で、そうですね、去年はずっと晴れてたんですけど、18度。そうなんですね。そう。確かに寒いっていう感じではなかったもんな。うん。そう。まあ天気はね、悪かったんですけど、今年は。で、去年はすごい天気良かったんですけど、まあ温度は意外と、うん。ただね、登れば登るほど低くなっている14度。で、逆に、去年は登れば登るほど高くなってってる。時間とともにね、太陽がね、しっかり照らされてたんで、だんだん温度が高くなってくって、その辺がちょっと違うですね。まあ平均はまあ似たようなもんかもしれないですけど、温度の上がり方が逆になってますね。うん。暖かかったところから低くなってってるのと、低かったところから暖かくなってってる。意外とこういうところにも差は出るかもしれませんけどね。体温が上がって、どんどん上がっていくところで温度が下がってってくれてるんで、うん、助けられてるかもしれないですけど、うん。あとは、去年は、
もう走り方もね、だいぶ違う感じはしますね。スピードが結構、一定な感じがします。最大スピードはけどこっちの方が出てんだ。全体的に高くなってるのかなと。この辺はちょっといろいろみたいですけどね。この辺りは高くなる位置。まあけどね、激しい動きにはなってるけど、同じようなところで同じぐらいの速度出してますね。26キロとかここで出してますけど。ね、ここでは、26キロとか28キロとか。まあそんな感じでね、同じような感じで走れてるのかな。だけど、まあ、今年の方が早かったっていう結果が出ました。何のおかげかはわかりませんけど、もしかすると、クランクのおかげかもしれないです。まあ、ケーデンスはね、確実にね、上がってるんで、ね、平均で1時間半走っているところで5上がってるっていうのは結構上がってんじゃないかなって思いますね。ケーデンスが5上がってます。だいたいこれぐらいのケーデンスです。もう少しね、自分ではもう少し高いケーデンスで上がってるつもりなんですけどね。90ぐらいで上がってるつもりなんですけど、実際は86とかなんですね。なるほど、なるほど。はい。そんな感じの結果でした。まあね、けどね、実際、ちょい乗りとか、そんなにガンガン走らないんだったら、どれつけてもマジかと、あんまり変わんないのかなって気もしなくもない。どれでも、それなりの乗り方をするっていうの。だけど、こうガシガシ、もうしっかり乗るとかね、そういうのをやると違いが出てくるかな。ちなみに僕の身長は176センチで、体重は54キロ。ね、54キロで、この間の乗鞍を望んでます。今現在はね、55キロぐらいになってるかな。少し増え始めてます。まあ冬に向けてね、もうどんどん増やしていっちゃうんですけど。でね、176センチっていうのは、ポガチャルと一緒です。で、ポガチャルが165なんですよね。まあ足の長さはどうなんだろうね。意外とわかんないんだよね。ヨーロッパの人でも足長だったり、そうでもなかったり、まあ日本人の人たちもね、だいぶ長くはなってきてるんで、83センチぐらいのかな、僕股下が。サドル高を決めるときに股下測ってるんで、でね、160でもね、そんなに違和感ないんですよ。165の時はそんなに感じなかったんですけど、160の時はね、回転が良くなったのか、最初ね、ちょっと膝に違和感があったんですよね。回りすぎてる感じゃないけど、あったんですけど、ってちょっと膝がこれだと、このまま走るとやばいかな、それともたまたま痛いだけなのかな、というかね。まあ、いろいろ波があるじゃないですか。そういうのって。かなと思って、しばらく走ってたらもう全然、今はなんともないんで、160のまま、通勤のやつはやってます。ちょっと重さ測ってみようか。ね。このクランクのこっち側だけ行きますね。167.5。385。385が5ミリ伸びると。190。5グラム。が175になると192グラム。面白いなぁ。この程度の差なんだね。5グラムとか、まあいくら回転部分とはいえっていう感じはあるけど、5グラム、2グラム5グラムとかね、7グラム差みたいな。こういうところね、167.5 と175の差が7グラム。そうね、まあ、こんなね、メジャーなんで、なんとも言えないですけど。まあ、ただ、ここで今やってて、これ何回乗せたって同じですよ。1グラム違ったけどね。393になったけど。385。8グラム。今はね。その程度なんだ。面白い、面白い。まあ、実際ね、こう、はめてみて、パーって回したらなんか違うのかなと思ったらわかんないです。ね。
クランクってこれ片方ずつこう長さが違うんで自転車こうやって揺れますからね。ガーって出てますわこうやって揺れるんで、うん、ね、もうそういう風に調べることはできませんでしたね。でやってみたのは、ローラー台でやってみました。でローラー台でやるのって結局回し感はよくわかんないんだよね。うん、これで回しやすくなってんのかなみたいなね非常に難しいんですけど、ただね胸に近づいてるな、遠いなっていうのはやっぱりね2センチ違うとわかります。そこはわかりました。うん、感覚的にね、うん、ああやっぱ下の方で回してんだなとか上まで足が上がってきてんだなっていう感覚はわかりましたね。だからエアロポジションとかなる方っていうのはもしかするとクランク短い方がいいかもしれないですね。まあという感じで、まあアニマルランド的勝手なね勝手なこうインプレッションを、させていただいておりました。はい、一週間のずつ乗ってるんでまあ多分大丈夫かなっていう気はする。だいたいそんなほぼ自分のインプレは正しくできたかなっていう感じはしなくもないんですけど、一週間ずつ乗ったんでね。最低一週間ずつね。だから、うん、もっと長くね、これとか、160とかはもっと長く乗ってるんで。うん、はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方ね、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、よろしくお願いします。では、バイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。もう少し